はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの大谷翔平デビューガチャですね、引いていきたいと思います。大谷選手はね、パワプロアプリの方ではもうすでに登場しているキャラなんですけれども、俺もね、アプリの方ではね、大谷選手めっちゃ使ってますよ。めっちゃ使いやすいです。普通にね、強キャラだと思います。で、大谷選手自体は、実際のねプロ野球で、二刀流として活躍している選手なんですけれども、パワープロの方でもね二刀流扱いということで、投手で入れた時は球速の得意練習で、野手で入れた時には筋力の得意練習ということで、野手でも入れられるし投手でも入れられるというね、めっちゃ使いやすいキャラクターになってます。特にねまだデッキが揃ってない初心者さんにとっては、この1枚やれば筋力 OK、球速 OK といったね使い方ができるので、ぜひね、30連引くと確実に SR 大谷選手が手に入ることができますので、これはね持っていて絶対損はない1枚だと思います。俺はめっちゃ推しますということで、30連引いていきたいと思うんですけれども、単ガチャの方も引いていきますか。足りるよね、これだけあれば。じゃあまずは単ガチャの方から引いていきましょう。単ガチャでねSR が来るとめっちゃ神なんですけど、それはなさそうだねでも100人引けばさ、極論すれば3人はだって SR もらえるわけでしょ。これは普通の R ですね。あ、そっか、ウィークリーガチャもあったね。ウィークリーガチャは別で引きましょう。いつもね Twitter の方でウィークリーガチャは上げてるので、じゃあ10連に行きます。こちらは、パースト200個で PR 以上の大谷選手が1枚確定と。いきましょう。あとね自分はね7位をね持ってないんで、7位か大谷かみたいなね、そんな議論もあるんで、ここで SR は出なかったですね。しょうがない。ただ30連目でね絶対もらえるっていう安心感、それはかなりでかいですよね。いいね、大谷選手めっちゃ来てんね。 R だけど最初だけかすげえ普通だな、こうやって見ると。 PR1 枚、あと全部 R って、しょうがない。じゃあ20連目に行きましょう。ここはパワーストーン230個で引けて SR 以上のイベキャラが1枚確定と。ここで大谷選手出たらどうしようか。一応単独ピックアップなんでね、多分パーセンテージ的には 10% くらいかな。でもそれでもキャラが多すぎるんで、鈴本くんか、これはちょっとミキサーだな。お、大谷選手の PR、 なるほどなるほど。ここもなんかトータル的に見ると微妙だねいや怖いな、これさ30連目の SR 以上大谷翔平が確定してなかったら絶対爆死してたよね。いやー本当にガチャって怖いな。キャーンと。いやでもね安心よ、安心。本当に大谷選手さえ手に入ればいいですよ。で後でちょっと大谷選手の能力も見ていきましょう。テーブルとかもね。ブロンコPR とかマジいらんわいや本当にさ、実際さ、これ大谷選手が確定してるからいいものをさ、スーパー爆死レベルだよね、この出現率で。一応4回目以降はなんかね PSR 出現率6倍にはねなってるんですけど、出ないでしょうということで、せっかくね、大谷選手手に入れることができましたので、性能の方をねちょっと見ていきましょう。普通にボックスの方でいいか。そうそうそう。でね金徳とかの説明は多分ガチャ画面から見た方がいいのかな。こっからプレミアムに行って、で一押しキャラですね。で投手の場合は金徳でね速球プライドっていうのを手に入れることができます。あとオリジナル、ストレートの方か、なんかホップする球かな。そうすると浮き上がるって書いてあるから。で確かね名前も決められるはずです。アプリだったらね自分で自在にね名前を決められるオリジナルストレートになってます。で野手の場合は切磋琢磨になってますと。でちょっとね欠点としてはこのね骸骨をね確保するのがちょっと難しいかなというところです。自分でね骸骨を持ってるわけじゃないので、大谷選手は。で、実際のテーブルとコツの方を見ていきますと、ここか。まず、テーブルの方ですね。試合経験点ボーナスがね、10% つくんで、本当にもう、野手、投手、両方使いやすい。で、タックが 80% で、固有がつきます。筋力ボーナスと得意練習率アップになります。で、35で普通に得意練習率アップもついてるんで、結構ね、経験点とかは稼ぎ出せるキャラになってると思います。で、コツの方が、投手の時は打たれ強さと奪三振の2種類だけなんで、まあ、奪三振がね、かなり安定して取りやすいと。てか、大谷選手165キロも出るんだ、球速。すっげえな。で、野手の方はね、ちょっと多いです。走塁、広角打法、内野安打、初球、サヨナラ男、レーザービームと。で、初球とね、サヨナラ男っていうね、結構レアな特殊能力も持ってて、またね、広角打法も持ってるし、基本的にもう全部いいですよね、コツは。あと、レーザービームをね、単独で持ってるんで、まあ、誰だっけ、ビビちゃんとかって、確かレーザービーム、骸骨をね、くれないはずなんで、ビビちゃんと組み合わせてもいいかもしれないですね。というような感じで、大谷選手でした。じゃあ、次は、大谷選手を使ったサクセスの方をやっていきたいと思いますので、まあ、今回はね、これで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。また Twitter では Twitter 限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。